スペースビズ編集長の太田です。編集長の時事ネタ放談は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、野口宇宙飛行士の大好物が宇宙へです。日清食品は新たに開発した宇宙食吉野が JAXA により宇宙日本食として認証されたと発表しました。その一つ、スペース日清焼きそば UFO は、野口聡一宇宙飛行士から宇宙で大好物の焼きそばを食べたいとの話を受けて実現したようです。宇宙空間用ですので、なんと湯切りの必要がなく、濃厚でスパイシーな液体ソースの味わいを粉末ソースだけで再現しています。宇宙食を食べ尽くしている私としても、早く食べてみたいのですが、まずは宇宙飛行士からで市販されるのはまだまだ先になりそうですね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てます。お願いします。